エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は打ち合いの苦手を克服しながら鑑定して勝つ方法となります。スプラってキルとデスの回転が速いので、打ち合いを有利にしないと安定して勝つって難しいですよね。思い切って前に出たのに打ち合いで負けてしまったとか、いろいろあるかなと思います。しかもその打ち合いで負け筋になると、より対面をすることに対して自信がなくなったりするのかなっていうのもありますね。そこで今回は打ち合いで気をつけるべきことを抑えつつ有利にするための行動を次の順で紹介していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず打ち合いにおいて気をつけたいことは、攻めた時こそデスをしないということです。例えばですが、せっかく前に出たのに打ち合いに負けて試合展開が悪くなったっていう経験はないでしょうか。これは有利な位置や人数有利が取れているにもかかわらず、攻めたことによって自ら不利状況を作ってしまったからです。ではなぜ有利状況なのに仕掛けてデスしたら不利になるのでしょうか。それは自分だけでなく味方の位置が大きく前に上がるからとなります。自分が仕掛ける時というのは、少なからず全員がチャンスと認識しているタイミングの可能性が高いです。そのため全員が一気に危険地帯に入るため、一番最初に仕掛けた人が先にデスするとチーム自体が総崩れしてしまいます。前から順に潰されてしまってワイプアウトなんてこともよくありますね。なので攻めた時というのは、とにかくデスをせずしっかり打ち合いを続けることが重要となります。では攻めた時の打ち合いの対策ですが、粘り強く被弾を抑えるポジションを取るということが大事になります。前に出るという行動自体はリスクがある行動なのですが、どれくらい前に出て打ち合いをするのかが大事になります。なめろう金属で考えてみたいと思いますが、トラストの場合、どこまで前に出ると打ち合いに有利になるでしょうか。個人的にはこのポジションで粘るのがいいかなと思います。理由はこれ以上前に出たら攻撃を避けるポイントがないからです。打ち合いといっても、まず徹底しないといけないのは相手の攻撃を防げる場所を取るということが大事です。なるべく当たり判定を小さくして持久戦に持っていくことが大事となります。これは前衛武器でも同じで、壁を使って攻撃を避けつつ、甘えてきた敵に対して返り討ちをするのがとても有効となります。攻めた時こそ被弾を抑える場所をしっかり取ることが克服の第一歩となりますので、しっかり壁を使っていきましょう。続いては孤立をしないということです。打ち合いにおいてですが、そもそも孤立すると勝てるものも勝てません。スプラは好きなタイミングで敵陣へ攻めれるわけですが、孤立した状態というのは相手からするととても楽な敵となります。そもそも敵インクを踏みますし、何より囲みやすくなりますので狙いやすくなります。さらに言えば複数の攻撃が集中してしまうので、カス当たりだったとしても2箇所から攻撃を受けてデスするということにもなりますね。このように孤立をするということは、どんなにエイムが良くても打ち合いをするという行動が成立しなくなります。そもそも得意不得意じゃなくて、打ち合いにすらならない可能性が高くなるんですよね。これは前衛だけでなく後衛でも同じことが言えます。いくら後ろにいようが孤立してしまえば格好の的になるんですよね。では孤立した時の打ち合いの対策ですが、とにかく安全ポジまで逃げるっていうことです。そもそも孤立してる時点で打ち合いが成立しなくなります。ということは成立する場所に下がればいいだけの話です。まずは孤立しているということに気づくようにしましょう。前に出たりしているといつの間にか一人っていうのはよくありますからね。味方が1デスしたタイミングを見たときは、一旦下がる場所を探すようにしてみましょう。余裕があれば味方の位置を見るのもいい手段です。また粘る場合はスペシャルなどを使って相手に圧を与えながら味方が前に出てくるのを待つのもありです。ただし打ち合いに弱いポジションの場合は、とにかく下がって打ち合いのしやすい場所に行くことが大事になります。孤立したら打ち合いで耐えれるポジションまで下がるように意識しておきましょう。最後は味方のカバーをすることです。打ち合いといっても必ずしも自分が中心である必要はありません。
そもそも苦手なのなら得意になるまで味方のカバーをしっかりして打ち合いに勝つ癖をつけた方がいいです。スプラは4対4のチーム戦です。チーム戦ということは射線が常に複数来るということが言えます。そのため単純な1対1の打ち合いだったとしてもいつの間にか1対2となるんですよね。そもそも打ち合いが強い弱いというよりかは打ち合いができない場合っていうのも必ずあります。打ち合いに簡単に勝つのであれば味方のカバーをしてしっかり横取りをするようにしていきましょう。では味方のカバーの対策ですが、一番わかりやすいのは味方の位置を見るということになります。武器にもよりますが、基本的には打ち合いをするときは敵を見ることかと思いますが、その周りには敵や仲間がいます。倒したい相手だけでなく、どこで誰が戦っているのかというのを見ておき、カバーをするようにしてみましょう。ただ、味方が見れないっていう人もいると思います。こういう時は味方の後ろについていくことを徹底してみるといいかと思います。単純に味方が目の前にいるので、動きの把握がしやすくなるんですよね。まずは目の前に味方を置く習慣をつけて、次は複数人見れるように視野をどんどん広げてみましょう。ちなみにですが、カバーする味方がいないとき、例えば自分が前衛のときですね。こういったときは、自分がカバーしてもらえるように距離感を意識しましょう。前に出すぎていたらカバーはもらえませんし、あえて味方の視界に入っておくっていうのも大事な行動となります。3つほど紹介してきましたが、打ち合いをする上で理解しとかないといけないことがあります。それはそもそも得意不得意以前に成り立たない場所があるっていうことです。そもそも打ち合いというのは双方が攻撃し合う状況にあります。ですがスプラにはチョークポイントがあり、一方的に防衛が強くなるポイントというのがあります。こういったポジションではそもそも打ち合いが成り立たないことが多く、打ち合い自体が不利になります。その場所で打ち合いをして苦手となってしまうと克服自体もできなくなりますからね。なのでまず打ち合いでデスしたときは、そもそも打ち合いに適した場所なのかということもしっかり見るようにしましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。打ち合いの苦手を克服しながら安定して勝つ方法はいかがでしたでしょうか。打ち合いといっても最後に言った通り成り立たない場所があります。そういったときは引きずり出すことも必要となります。まずは前でも打ち合いがしやすい場所から特定していきましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。